えー、お疲れ様です。即可塾の久保です。じゃあ今日も暗号通貨ニュース行ってみましょうか。今日はね、視聴者さんからのリクエストで、このマガっていうね、あのトランプ大統領がイメージになってる仮想通貨をちょっと評価してくれということでした。その前にね、えー、まず左上の通貨、コインゲッコで扱ってる通貨の銘柄増えましたんで、ここだけお話し、お知らせしておきます。前回は1万3000、0飛んで何がしだったんですけども、ここ数日でですね、 7、80銘柄増えたみたいで、新しく扱う通貨が増えております。それにつれて、時価総額もね、上がってますね。前回377兆円だったんですけども、今回20兆円ばかり増えてね、395兆円に成長してます。個別銘柄に関しましてはね、あの、下がったのがあると思いますけども、全体的には上がってますから、だからいくつかのコインが押し下げ、 て、で出来高を下げていても、時価総額自体は全体的に押し上げられていってですね、このまま暗号通貨業界は400兆円を超えて500兆円とかね、もう1000兆円とかに向かっていくんではなかろうかと思います。1000兆円ぐらいになったらね、もうドルを凌ぐ、世界最有力金融組織になるんじゃないかなと思います。その先行軍団があなたでございます。で、マガの方行ってみましょうか。このマガってやつはね、まず24時間で見ると、 このように価格が変化しています。え、下が900円、上が1150円ぐらいの250円のね、上下の推移をしてるんですね。でも、7日で見るとどうでしょうかってことなんですよ。7日で見ると結構フレ幅ー,ーが大きくなってきます。そして1ヶ月で見ていくと、このように、値動きの活発なところは、ここ2、3週間で来てることがわかると思います。ですんでね、1ヶ月前にこのマガってやつを知っていたら、多分私は、 お金入れてたでしょうね。で、500円ぐらいの時ですよ。で、そっから今、あの、2倍、3倍に成長してるわけですから、儲かってるかなってとこですけども、まあ、知ったタイミングとね、投資するタイミングってのはこうやって一致しないことが多いですから。うん、最初から知っていればね、値段がこうやって横一直線だったんで、逆に警戒してしなかったかもしれません。しかし、トランプ大統領が、あの、アメリカの各州で大統領候補選挙にね、 買っているところを見ると、どんどんこのマガっていうのが注目されると思うんですよ。で、もちろんこのマガっていう暗号通貨はね、トランプ大統領とは直接関係ないと思いますよ。関係なくても、多くの人がね、これ、釣られて買うんじゃないのと思えば、先行投資する人が出てくるわけですよ。で、実際に値段が上がってるのを見て、将来性あるなと思って、後追い買いの人が増えてきて、1750円間近まで行ったわけですからね。 で、これからこのマガってやつ買っていいのかどうかってことですけども、もちろん余剰資金があればリスクを承知で買っていただきたいと思いますが、私の評価としては大いに有望だなと思います。というのがこのマガっていう仮想通貨ね、生まれてまだ1年ぐらいなんですよ。ちょっと出ないですね。1年っていうところと最大っていうところがね、同じグラフなんです。ちょっと今表示されませんでしたけども。で、ずっと0円同然だったんですけども、ここ1、2ヶ月で急騰してるわけなんですよ。で、こういう風うにして、 元々、その、100円もついてなかったね。うん。この暗号通貨がおよそ10倍になってるわけですよ。で、こういったのってのは狙えるんですね。で、これから、このマガっていう通貨は、おそらく、ここに979円って書いてますけども、1000円を突破してね、2000円とか3000円とかに行くんではなかろうかと思うんですよ。まだこれは上昇の途中だと思いますんでね。えというのが、トランプ大統領がこれからもっともっと認知度を広めてきたりとか、ニュースバリューをね、あの人あるわけですから。 様々なメディアにこう出ていくに従っておそらくですね名前がもっともっと出ていってそこに絡んだプロモーションっていうのがねこのマガを押し上げるんじゃないかなと思います少なくとも今1000円を切ってる段階なら1500円になることを期待して買ってもいいんじゃないかなってところですね、うん、あとはどうなるかわかりません結果に対しては責任を持ちませんので皆さんの資産は皆さんで責任を持ってください 以上です。まあ、明るいんじゃないのっていうことですね。